ちちゃゃんこんばんココテンそうなんですやったココテンえっと7月11のお昼公演に私は出させていただくんですけど <laughs> やったー嬉しいですほんまにびっくりココテン出演おめでとうやありがとうございますやっほー でもあれごめんなさい電波悪いかな知らないね曲の方が知らないんじゃないなその曲は知ってるんですけどあのー、やったことのない曲ばっかなんで振りがわからない曲しかなくてあと難波新選組のやつもあるのでちょっと忙しくなりそうですねここ点 申し込みいつまでなんですかねココ天はでもお話会のねあのー、くじ受付は明日のお昼12時までなので皆さん待ってますおっ虹がかかった今すごい <laughs> ここフコおめでとうありがとうございますおっ上パリピな車が通った今日メイク薄めうん薄めかもいつもにしたら よくお分かりでアイちゃんこんばんはえっこれどこの服か分からへん結構前に買ったやつどこやろなんかタートルネックみたいなじゃないような <laughs> こんばんはワイの天使マイティおここにだってマイティはいるからねアン <laughs> ちゃんの手紙泣いた感動した泣いたやるねあのー ずっとあんちゃんに内緒にしとこうと思って手紙読むことであんちゃんが「じんの手紙誰書くんやろう?」って言ってたから前がや「先輩とかじゃない?」ってなってなんか「ことさんやと思うで」って言ってたんですよ私はじゃあとさんがももねさんの生誕さでお手紙読んだからあ間違えたと思って <laughs> そうギリギリまでね誰が誰か内緒にしてました 今バスケやからおっとっけやん前ねあれレイアップ一生できひんかった <laughs> 体育の授業でそうなんですよここでおめでとうありがとうございますえだってさあの衣装着れちゃうんですよあの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 ,あの衣装 切れちゃうんですよずっと着てみたかったやつやしだってさあの山田チーム N さんからカトレア組さんのなんかリバイバルとかの配信なんてとか見とったらさ「あんなん伝説やんだ」ってさ自分が出るなんて「ここでフリーで今からそう!」 でもさやっぱり先輩方5期生の方とかもやしさ出たことある先輩方が多いからさなんて言うんやろやばいやばいっていうかあの一から言えんといけんからねそうなんよ初見ですありがとうございますドラさん6期7期で昼夜一人ずつやからねそう私ねあんちゃんと一緒に出るんかなと思ったらこう昼夜でねちょうど別れてました こんばんは。あ、修造さん、二時ありがとうございます。十六人見て、ユニット考えてます。お、ユニット予想。<laughs> ユニットなると思いますか、私。お楽しみに。まいちゃん、ほっぺ触らせて。どうぞ。<laughs> なりゆきさん、かわいい、ありがとうございます。 マイティのほっぺのライン好きすぎる。ええー、もうほっぺと出てるから嫌、いやいよ重い。書いてる本、バハブルクさん。傘、ありがとうございます。傘、傘。ブログのコメントって、マイティ読んでるよ。ブログのコメントと、モバメの返信。もリップもちゃんと全部見てますよ。 お、モもネもの生誕で生誕祭でつられかけましたよってやったなんか今日めっちゃ傘が飛んでるなあなたがジッパーやったらひれ伏すはひれ伏すってどういうことははーみたいなひれ伏すそうあんちゃんと一緒に一緒にではないけどね おめでとうありがございますオタの頃ココテンココテンはね入ったことなかったですで私もね劇場公演入り始めたのは高校生なってからとかやったんであライブの申し込みは28日の午前10時までですで皆さん「ゼップダイバーシティ」じゃない「ゼップゼップ大阪」 ゼップ大阪ナンバーじゃあップ大阪ゼップ大阪なんちゃらゼップいっぱいある最初ねゼップナンバーさんやと思ってたんですよじゃあップもう一つのあの大阪の上の方あそうベイ,サベイサイベイサイドゼップ大阪ベイサイドさんですあユニバの隣なんや こんばんばは非常にいい学いあん女性生誕でしたね出そうでね昨日ねふわと DMM 見ながら電話しとったんですよでねなんかのあセブンティーン2曲目の「セブンティーンあるじゃないですかあれのねこの1番の始まる前のこう「<music> テン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 チャンチャンチャン」っていう振りがあるんですけどそこのあんちゃんのな笑顔がめっちゃ可愛いっていう話をしてました <laughs> <laughs> こんばんはユニット何したいえ、もう全部してみたいよね欲張りを言うともうお楽しみにおニューの衣装着てほしいあ、あもうあれめっちゃ可愛いですよね一回は着てみたいジッパーの衣装とかも こんばんばはそれでもね難波新選組とのリハーサルがかぶったらねもうダメだ <laughs> 頭がこんがらがっちゃうかもあっ山本チーム N さん先生ん申し込もうかなボソ <laughs> 待ってますよ <laughs> けんけんさん傘ありがとうございますアイピの生誕生さん入ってましたマイティのエンドロール良すぎてやばい私 <laughs> エンドロールね楽しいよね前もなんかねバク転とかしてみたいんですけどね何もわざできないんですよバク宙とかでんぐり返ししかできへんほんまに <laughs> ほんまにえん エンドロールでさでさんぐり返ししたらやばいですもんねだって <laughs> 何やるか決まったら内緒で教えてね教えません <laughs> 内緒よ本番まででもあと2週間ぐらいしかないですよねちょっとショールームもする時間が減ってしまうかもしれないけど不良バイブもうめっちゃ遅いもう もうほんまに振り覚えるのはほんまにダメなんです私あテレビリーさんクマありがとうございますじゃあ今日のクマは今日のクマはと見てごめんねあんちゃんが撮ってくれたんですほらちゃんとね <laughs> これついたまま ありがとうこんばんはびっくりめっちゃ前のコメントで嘘あ今も五十七本ぐらいいっちゃってたごめんなさい <laughs> なんかねあのココテの衣装の一番最初のあのわ、ー、かりますかメイ,メイドさんみたいな衣装あるじゃないですか あれのさ、あのスカートのふわふわ声がめっちゃ好きなんですよわかるあのスカートのこのモフモフ感がめっちゃ可愛いミックススマージュおいしく頂けえっおいしいやろこのお店おいしいのよめっちゃおいしいの でもね、バナナバナナスムージーよりもミックススムージーの方が好きやったかもうん、うん、美味おいしいあれそんなほっぺたすきな甘いの <laughs> ええー <パ> <laughs> この駅の衣装めちゃくちゃ似合いそうもうあれ聞いたらさもうなんかリカティーさん思い出して泣きそうになっちゃう <laughs> 何度も狙えどれでしょうかお楽しみにあかんかサザエさん IP 生誕で赤のペンライト振ったらふわに戻す <laughs> ピンクに戻すように目で言われたっけ <laughs> こんばんはここで投げたら絶対行きたい待ってますねこんばんは熟した本人 <laughs> やめてよ熟した隣のバナナの次は 塾した待ってました新学期か熟した恩乳のわばき <laughs> えっじゃあユニバ行ってからジェップさんいやでもお昼公演やったらジェップさん行ってからユニバっていうはい皆さんの予定今決めました <laughs> であのー ノルマはハリウッドドリーム・ザ・ライドとチョコチュロスを食べるっていう前のやりたいプラン皆さん代わりにやってきてくださいユニバで <laughs> 昨日の公演のパフォーマンス髪の使い方かやったー特にね制服が邪魔をするとかは。 髪の毛も大事かなと思ってて意識してるんですやったやったでもやっぱりさ髪の毛も使うってなったらさストレートの方がなんかいいですよねでそうルナポヨ何やこれ植木鉢とてれてる坊主ありがとう 久しぶりに来ました。マイティーケアもお疲れ様。ニャンピピおし。<laughs> ピーセーターの話もしたよ。ピーのセーターお願、ね、おかお母さんからのお手紙を読ませていただいたんですけど。神だね、いっぱい。<laughs> いや、セーターも前にね、練習してたんです。読む練習を。こうマネージャー室にこう、あいかにバレへんように。こう机の下で読んでたんですけど。 噛んじゃった <laughs> でもねあの「しだナ柳」終わった後ってねもうろれつが回んないんですよ <laughs> そうもうねろれつがほんまに口が回らなくていっぱい噛んじゃったこんばんはアイドルオーラーありますねこんばんはやった <laughs> そう、だってさここ と新選組のやつはあのー、7月10と11やからあっいしょ「お乳のわ先買ってきたのよ」はい <laughs> <laughs> やってみたいお乳でしたあとでやめますねミラーボール何の話したっけ そうだからさ7月18日のお話し会で私は感想を聞きたいので皆さん来てくださいね、うん、毎日一昨日のあい生誕の公園に詰め合った気がしたそれは木じゃないよ目があった木木じゃないえ木じゃない木じゃないってどういうこと <laughs> あ勘違いじゃないよ見たよ見たよ マイティー来てたのあれね、マーチューさんのやつで、カトリア組の時は、カリンさんが来てらっしゃったやつです。あやばい、コメントそこついた。ちょっとほんまに待って。<laughs> ちょっと待って、やってしまった。運動ね、苦手です。本当にできないんです、私。そうでんぐり返し。あ <laughs> そう、不毛がありますもんね。 あっ前撮ったから目まぐやかなんかで送りますねねえこれめっちゃかわいいいいよねここでこつかめちゃうんですよかわいいでもね前ねこれはねこのタイプのあっ危ない危ないこのタイプの UFO キャッチャーはあんま得意じゃなくてこのこれをさだんだんこう。 引っ掛けてずらすやつよりは。三本爪の方が得意。<laughs> 早着替えたい。そう。こう、ピリって外すやつ。<laughs> でね。あの <laughs>。思い出した。その。あれなんですよ。いや、やめとこう。<laughs> ダーリン、ダリン、ちょっと待って。 もうめっちゃ可愛いもうあの衣装午後9時52分多分今ね58分 <laughs> もう眼鏡かけてないから眼鏡ちゃうコンタクトつけてへんから見えへんのよ「ここっての最初の曲の衣装何色着たい?え」えでも予想は着たいというよりか予想は青か紫っぽくない多分多分多分。多分多分 うと予想する。シュンハッピーさん、ハートありがとうございます。一週間前にお話し会、大丈夫な。大丈夫にしないと。<laughs> <laughs> もう。ちょっと。ショールも終わったら、振り入れを頑張ります。 そう前のほっぺと夢と希望と幸せが詰まってるから皆さんぜひ触りに来てくださいあのビリケンさんみたいなやつやから全然どうぞどうぞ <laughs> マまいちゃんこんばんはほっぺにひまわりの足り入れてますか誰がハム太郎やおできたんじゃ今のツッコミ 前ツッコミできたんじゃん誰がハム太郎や <laughs> テルビリーさんハートありがとうございますゆいたくんタコありことえこれさこのアバターマイの好きなやつじゃない友達をくまえ違うかななんか似てる赤と青好きなアイドル目指し探せんそれマイやないかいどうどう <laughs> <laughs> どうどうどう こんばんばはサイン会楽しみすぎて夜も寝れない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 ってツッコむいやツッコまへんかあれなんかななんかさそういうのなかった楽しみすぎて夜しか、ね、あ夜しか寝られへんやお前も夜しか寝られへん。 ジェットコースター苦手ねんけどえでもね前バックドロップは乗ったことないんですよねでもねやっぱヒラッパーさんに行きたいとりあえずまず私はひらひパークごめんなさい平方パークさんに行きたい <laughs> <laughs> ちょっとバレへんかなと思ったけどごめんなさいヒラッパーさん行きたいな髪ツヤツヤ そういえばのの生誕祭のエンンンドロールハプニングハププニニググああのねもっちゃんのね帽子が多分ちょっと外れちゃったらしい大丈夫だよ大丈夫だよこんばんはやっぱお手紙の代読は緊張するのえやっぱりさこう読み間違えたりとかしただけでこうちょっとなんていう雰囲気がさこう笑いに変わっちゃうとかもあるじゃないですか。それから アイカが笑ってもいはもうそのまま頑張った <laughs> そう多分いが笑ったら雰囲気崩れちゃうなと思ってもうそのまま読み続けた <laughs> マイティヤッホー,っーあっテレビリーさんミラーボールありがとうございますこんばんはえなんかさ公演中さなんか「マイティーの足見てました」って人おんやけどどういうことなんでなんで <laughs> 顔より足見られがちもしかしてダンスとかより <laughs> ユニットねまだわからないんですよでもゆうたくんハートありがとうこんばんは初見ですありがとうございますそこついたついちゃった 皆さんおお話会もお願いしますえ多分ね次の今回ではないかな多分次の受付で18日分が終了になっちゃうのでねショールーム終わったらツイートするので待ってます。 お見送りもちゃんと服見てるからね皆さんで前が口パクで「服かわいい」とか「お服かっこいい」って言ってもねあのその時にはもうそのファンの方は次の子を見てるんであって思うんです <laughs> メガネ持ってるけどね最近変えてないからほんまに度数は合わへん <laughs> もうつけてても変わらんくらいかな 初見ですすありがとうございますさっきアイピの生誕祭見ててラブ修行でピッピッピやってたの嬉しいえっもう嬉しいそういうの気づいてくれるの <laughs> あのね生誕祭の時はその子のポーズとかをよく歌中に挟んだりするんですよ例えばアイピ帰ったらこうピッピッピッとかモモネさんやったらこうモモ作ったりとかして <laughs> 七木密着で気になってきてみましたあの顔パンパンな時代の七木製密着ありがとうございますかわんちゅさんお花ありがとうございますちなみに MC めっちゃ頑張ってたから MC の手触れた MVP は MVP <laughs> 指パッチンしたらそなるかな すごくないあ、ちょっとこっちならへんわなんか冬って低乾燥するからなりますよね幸せになれそう <laughs> 私のほっぺは右側が愛、左側が勇気ですそラアンパンマンやないかいどう <laughs> どうどう？<laughs> こちらマイティのサイン会申し込まなかったのは膝に後悔しておりますああって言ってる <laughs> 今ちょうど膝の上に乗ってたのがこれやったああ来て欲しかったのに <laughs> ゆこっこさん、にーじありがとうございます。ママママイティー。夜しか寝れないのは良いのではそう <laughs> 夜は寝るね。サイン会楽しみすぎて毎日8時間しか寝てません。めっちゃ寝てる、それ。ちゃんと健康友情時や。 平山パークあゆうこっこさんくまありがとうございますどうかなありがとう <laughs> ここになって電車いる声出演おめでとうありがとうございます ええー、覚えれるかな覚えれるかなあまい不安やればできるんやと心にいいいいいいづけますいいいいいいなんていうん, <laughs> なんていうんこういうの雄大君だるまありがとう <laughs> ちょみんなみんなな,なんか足ずっとエンドロールの時も足見てましたとかねアンコールずっと足見てましたって言われるんですよ <laughs> 嬉しいんやけどね <laughs> あゆうかっかさんおっクマ普通のクマやこれはありがとうぐしゃぐしゃになっちゃった髪の毛 ビルドロの最初の三曲足みとるなんでやねなん <laughs> でやね <laughs> いいけどね全然ひろかちゃんてるてる坊主ありがとうそうよそうよサイン会よ <laughs> 楽しみ マイテはじめましてはじめまして今日はじめましての方多いな嬉しいマイティえらいえらい笑わんとちゃんと読めたねおいしいご飯食べようないや分かんないないかいそれ <laughs> いけてる待ってピー生誕で赤をも用意したけどあげる隙がなくてそのまま消灯しました。<laughs> <laughs> まあそう生誕ってさやっぱりその子のペンライトカラー多いからちょっとちょっともるよねちょっとちょっともるお見送りこの世の何,も何よりも緊張するねお見送り緊張するよね <laughs> だってもう絶対目が合うわけじゃないですか 2週にわたってライブあるからお金やばいわもう無理をね無理をしないでくださいでも会いに来てほしいけどねでもオンラインオンラインチケットもあったっけじゃああれあれかむちゃむちゃくせ公演はオンラインチケットが明日やんじゃあ むちゃくせ公演初見ですリカティの卒業公演で初めてマイティ見て泣くとこらえながら踊ってるのかわいすぎますもうあれはさもうだって泣かんとかないって絶対だってあんなのさ泣くよそんな <laughs> あれは泣くようん なくなくお見送りでいちゃん見すぎて段差気づかずこけそうになっただいぶ昔な、ま、だいぶ前の話やけどえっあ, <laughs> あのね1公演に一人はいらっしゃるお見送りで段差で段差とか椅子に引っかかってこけそうになってる人おーおーってなる。<laughs> それもさ、ステージ降りに、こう助けに行かれへんから、あーってなる。<laughs> こんばんは。ともたんさん、星ありがとうございます。<laughs> ツッコミの確認。<laughs> 一応ね。 22時6分22時12分ぐらい今多分まあ6分遅延はちょっと急ごうかなくらい <laughs> <laughs> 落とし穴で動画作ってツイートしてよ あ、見たた可愛かったすごいなあんな動画作れるのありがとうえなんかさ落とし穴ってめっちゃ可愛くないですかって前言ったっけこれ <laughs> ほんまに可愛いなんか歌詞がさなんか振りもほんまに可愛いけどさ全部可愛い戻りたいあれあそういいね <laughs> <laughs> そ言い聞かせる自分にできると言い聞かせます <laughs> 正解に気づくまであとがん <laughs> 7分後ぐらいに気づいた舞、ま、ちゃん涙袋かわいい昔ねなんか涙袋マッサージっていうのをしてたんですよこうこうこう生きてるじゃないですか で、然が20パー,ー出ちゃったこう涙袋をこう「わかるこれ!」こうここに力を入れるんですよこうやってじゃあ涙袋ができました <laughs> ちょっとぷっくりしましたあコメントそこついたああのー、一回これね配信を再開しますかってはい押したらねコメントがそこにつくんですよやってしまった 足にメッセージ書いといたらおいいそれ <laughs> 膝の裏とかやってたぶ分,分からんからアンコールらへんで気づくかなありがとうってペンで書いとくかな千代ちゃん2時ありがとう 今日キュンマート公園行ってきましたいいなキュンマート公園めっちゃ楽しいあれこんばんは今日はいつもより配信時間が早いからやっぱ早い方がいいんかな え、サイン会の時サインに集中してるチャいチャーに話しかけてもいいかなえなんかさかけるんやったらさもうサイン会始まる前にサイン書いといてさ話せるようにしたいんやけどあかんのかななんか名前名前名前わかんのかなサイン会前になんか名前書くぐらいにしたいよねしゃべれんくなっちゃうこんばんは レオパージュのまたレオまた毛の時ジュッティーでハートしてくれて嬉しい <laughs> ハートじゃあレオパージュもねジュッティーとジュッティーとじゃない <laughs> ジュッティーで出たのでポンポコパンプキンえっマジでさレオパージュさんの時ちょちょちょ可愛ちょち時ポンポコパンプキンね聞こえたえ 聞きました皆さんほんまにポンポコポンプキンに聞こえた <laughs> テいくルさん星ありがとうございます初見ですありがとうございます最近の舞可愛すぎてやばいほんまに <laughs> あどうしよう 歌詞が出てこいへん。姉があ終わっちゃった。ちょっと上げてちょうだい甘えた声で言われる。<laughs> やってみたいなジッパー。四分は想定内、五分は普通、六分はちょっと急ぐ。<laughs> そうなんよ。五分五分は いいんやけど六分五分以上になったらちょっとさあ早く読まなってなっちゃうえなんていうこのここにさこう目を細めるみたいな感じでこう、うんってやるんよわかるこれえ伝わるこの、うんってこれをいっぱいやるんよじゃあねぼっくりするよみんな <laughs> <笑><笑>あ昨日終電で寝てたら落とし穴聞きながら落とし穴に落ちる夢みたいよえあのさ落ちる夢って何なんですかねこう急にさ夢で歩いとったらさバンって落ちるやつでこうガクってなるあれ何現象って言うんあれ定期的にあるからさなんか めっちゃいいところまで寝れてんのにさ急にあれでなんか寝れんくなっちゃってなんかいつもうんってなる <laughs> 初見ですありがとうございますやったやったふふ <laughs> まいちゃんキューマーと声出たえっでキューマンとさんの声も出たいんですよ私あとはミックスジュースさんも出たい全制覇やここまできたら <laughs> 出てやる <laughs> 心身は最後に全面を描くらしいえでもそれができるんやったらねそうしたいけどねさうんゆっくり話したいもんね名前ね文字ああそうなんかそれでもね同じ名前のファンの方とかもねいらっしゃるんですよ結構女の子もやしあルナポヨ ミラーボールありがとう <laughs> 最近ね荒野行動もね入れてみたんですよなんか風磨がめっちゃハマっとってめっちゃまずいあれもうなんかさあの平和主義やからさ <laughs> <laughs> なんか打ち合いとかしたくなくてさまあひたすら武器集めとったんですけどうんなんかウマ娘もさ全然、A、ランク出えへんし成田大臣やったっけ欲しかったなあれ成田大臣やったっけ前のやガチャのやつ今回のも欲しいけども全然当たらへんの、うん皆さんは何のゲームしてますか最近 マイティーのコメント <laughs> 5分後の会話を想定して打つからめっちゃマジでっえっ前5分後に5分後何の話してんやろこれいちゃんのメイク知りたいからメイク始めえっそれでもさやっぱ男性の方ってさ多分メイクあんま分からへんからさいつかしてみたいな。

あテイクルさんもクマありがとうございますじゃあこれで <laughs> かわいんやろこれ小ネズミツイッターフォローしましたやったありがとうございます富士山だるまありがとうございます 本名っぽい名前の人はかぶりがちねああそうやねうん難しい、はい、一回ねあの <laughs> 初めてのサイン会で名前を間違えてしまいましたごめんなさい <laughs> <laughs> 大学の中学生でマイティーさん一部ビ,ビったそれマイやな多分。 留学生まあ、い,いやなそうなんかね若にゃんにおすすめされたテトリスもやったんですけどなんかねなんか操作がまずくて一回やっと消した若にゃんに謝ったもんごめん若にゃんってあゆうこっこさんクマありがとうございますじゃあ二つで <laughs> ありがとう。え、なんかさ、やっぱ打ち合い。打ち合い系やっぱ、ま向いてないかもしれないなと思った。なんからね、風はめっちゃ強いんですよ、荒野行動。そう。なんかね、ちょこれ荒野行動してる方はわかると思うんですけど。なんか。あのー。 あの車あるちょっとちょっと荒野行動の話しますねちょっとだけ待ってくださいねあの荒野行動で車があるじゃないですかでなんか4人乗れるやつもあれば2人乗れるやつもあるんですよで例えば私とフーアと、まあ、アンジュでやってたとしてじゃあこう楓アとアンジュが乗っちゃったから私が乗られへんってなった時にこの <laughs> 車の上に乗れるじゃないですかジャンプしてそれで あのうつ伏せの状態になるんですよじゃあ一応乗れるんですけどちょ,ちょっと進んだら置いてかれちゃうんですよね車から振り落とされちゃうんですよでもそれがめっちゃ面白くて <laughs> そうはいつくばってるんですいつも車に <laughs> はいこうい行動の話終わりありがとうございました <laughs> やっぱゲームってさ 好き嫌いというか好みがあるからねまたまた面白いエピソードがあったりしますね <laughs> うんつむつむもやってたなんかさおじぽっくるっていうアプリ知ってますか何かねちっちゃいねおじちゃんがいてそれを育成するゲームみたいなのがあってめっちゃ可愛いんですよ <laughs> そうでもアモンガースも好きやね「ウマ娘」はサポートカードの方を重点的にガチャえでも前はねキャラクターが欲しいんです <laughs> そうキャラが欲しいそうサポートカードもたまにガチャするんですけど、まあね、キャラばっかやっちゃういつもお星ありがとうございますライさん えこのさアペックスって何なんなん,なんかめっちゃ聞いたことあるあのコメントから5分ですお今アペックスの話してるもう戦うやつなんかな,なんかなんかめっちゃ聞くけど何か分からへんユーたさんだるまありがとうございます あケンケンさんもくマありがとうございますそうこれのね私パンダの方が好きなんですこの子の前で言うことでもないと思うんですけど実はねパンダの方が好きなんよごめんな <laughs> わ今日はいっぱいクマがクマが忙大忙しやありがとうございますテイクルさんもチヨちゃんもクマありがとうあ <laughs> シュンハッピーさんだるわありがとうございますおなんかめっちゃ表柄やな今日プラッキーさんバラありがとうございます自分の名前を絶対誰とも被らないうんかぶらへんとも多分 <laughs> 難しいカイゼル・フォンバハブルグえなんかねテトニスよりかかもなんかねあのー、小学校やった時、あのー、パカパカ携帯やったじゃないですかガラケーの時はなんか「ぷよぷよ」ばっかやってた好きやった。 こんばんは <laughs> ゴさん、ばはさ傘ありがとうございますそう風磨はねゲーマーやからねあの子めっちゃうまいよいつも助けてくれるんですよフチスマブラめっちゃうまいえスマブラやったことないからねわかんないあエイペックスエイペックスアペックスじゃなくてこんばんはえ。 おじおじぽっかあっゆうこっこさんタワーやありがとうございますやったかくねすごーいちょこれさタワータワーもさ前5分後に気づいてるってこと最悪やなごめんなさいゆうこっこさんお久しぶり元気 あったわ,ったわ。ちょっと待ってね。ゆうこっこさん。はい。やったー。嬉しい、どれがいい動物。えっとね。ちょっと。 いいっぱいあるよこのねこれもあるし白もあるしクレヨンしんちゃんもあるしジョージもあるたぶんあのね P さんはちょっとディズニーやディズニーさんやからのせらうつされへんかもしれへんじゃあ <laughs> 初披露のこれえこれ見せたことあったっけたべっこどうぶつのやつこれにしよう 変な <laughs> ゆうこっこさんありがとうたわたったわありがとう <laughs> ありがとうたわー嬉しいたったわ わかにゃんね最近多分テトリスよ <laughs> エイペックスやったごめんなさい <laughs> アペックスタワーに気づくまで5分 <laughs> すみません、ね、エイペックスやってえエイペックスってさ携帯でできるんですか なんかスイッチなんパソコンのゲームやったっけあれあっ花屋さんが花くれた <laughs> ありがとうございますあ皆さんタワーを教えてくださってありがとうございますあっミューススマブラやってるんやテイクルさんタコありがとうございます <laughs> 5分間リアクションを楽しみにできていいだって皆さん5分後にコメントを読まれるか読まれないかっていうその大変スリリングなアトラクションとなっておりますので私のショールームは <laughs> <laughs> マイティこんばんはですこんばんはそう,うぬいぐるみしかも全部 UFO キャッチャーっていうね千代ちゃんタコありがとう。 こかわいいよな食べっ子動物タグつけたままえ一個ねめっちゃ今欲しいのがあってね「その友達はクマ」っていう私が最近ハマってるキャラクターがあるんですけどそれのなんかシャケと魚のぬいぐるみが大きいもちもちのがあって。 そそのの端っっこにががくつついてるやつがあるやあんですよでも迷ったけどねちょっとだけあったんですけど取れへんくて諦めた欲しいよ懐かしい <laughs> なんかさ食べっ子動物のなんかチョコがかかったやつも売ってて買おうと思って忘れてたおいしいよね動物ビスケット。 なんかね中学生時代にバレンタインで作った食べじゃ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 中学生時代に友チョコでこう友達と交換するじゃないですかバレンタインにその時にね作った私のクッキーがめっちゃあのこの動物ビスケットに似てるって言われてなんかみんなに「いやほんまに一から作ったんですよ」ちゃんと小麦粉とかやって薄力粉か。とか。 ちゃんとやったのにみんなに「これ動物ビスケットを潰して作り直したやろ」って言われた <laughs> そうでも確かに味が一緒やったんですよそう疑われた <laughs> そう一回砕いてもう一回塗り直したやろうって言われちゃったスイッチ持ってないんよでもやってみたい3つも持ってんの すごいひろかちゃんハートありがとう遊びに来たよあ初見さんや今日の視聴者プレゼントはどのくですかすい <laughs> ませんすい <laughs> ません <laughs> そうなんかさ なんか食べっ子動物めっちゃ。コラボしてますよね。なコスメとかもあったはず、確か。すごい。十時四十分からマイティはこんなコメント <laughs>。え。いや、三十五分、お、追いついてきたの、これは。<laughs> こんばんは。 い,いそうでもほんまに味が一緒やったんよ、うん、これはどこの会社さんなんやろかギギンビスさんギンビスさんに入れるんかなじゃあ <laughs> こんばんはちゅうちゃんタコありがとう。 そうえー、なんかうんお菓子食べたくなってきたそうやからその緊急事態宣言が出てる時ねもうほんまに UFO キャッチャーがやりたくてほんまにほんまに YouTube で UFO キャッチャーの動画を見てたこれはほんまにもうほんまに再生履歴送りたいくらいに UFO キャッチャーの動画見てたんですよ ってなったらほんまにね YouTube ってすごいなって思うお腹空すいた時はなんかあのー、ご飯食べてる人の動画見てなんか自分も食べてる気分になってたしなんか高校時代にテスト勉強する時はなんか一緒に勉強しましょうみたいながあるんですよ。とか集中力の集中力が出る音楽3時間みたいなやつがあって。 それでちょっとやってた <laughs> そうなんか食べっ子動物コスメあった気がするちゃうっけなんかねあったんですよ最近コンビニかなオンラインかな カーーネリアンのアストっってしまった <laughs> マイでもまだ勝ってないのに星いいことあったマイティは知らんやろうけどマイティが寝てる間に全部動いてるよ <laughs> それ某ストーリーやん某おもちゃのストーリーやんでもあれってなんか夢あるよね もうほんまにほんまにもしかしたら動いてるかもしれんやんか <laughs> ねもしかしたらほんまに寝てる間って分からへんからほんまにもしかしたら動いてるかもしれんからねそう作業用 BGM とかを見てた「揺れるチャーチャン揺れるあチャーハンかと思った」えあのね 誰愛かに言われたんかなその大阪ダましスたらあかん公園のトゥルーパーパスあるじゃないですかでねあのサビの振りでなんかこういう振りがあるんですよこう腕を回すあれはなんかチャーハンを作ってるみたいな振りらしいんですけどもう私大きめのチャーハンです大きめのフライパンでチャーハン作ってて人によって結構大きさ違うかもしらへん こうちっちゃめのフライパンで炒めてる人持ったらおっきめの人おっきめの人持って前はもう中華料理屋さんのあの大きいフライパンをイメージしてますやばいぞ充電が10%になってしまいましたちょ,っとちょっと待ってなあやばいほらほらほらまたコメントがそこつく。 どこまで読んだか分からへん UFO キャッチャーの動画見るだけで撮れた気分になるから好きそうなんかさ自分撮られへんくてもさプロの人って撮るじゃないですかだからすっきりするんよ は料理はできません前オムライス作ったじゃあなんかスクランブルエッグになっちゃった <laughs> スクランブルエッグになっちゃったなんでやと思う <laughs> ほんまにおもろい <coughs> パパラパラチャーハン作ってみたいなはじめましてそうやっぱな肉,肉じゃがとかも作ってみたいね嫁入り修行みたいなやつで <laughs> こんばんは料理配信したいって言ったようなん言ったっけそんな ほんまに卵焼き配信しかできひんでまい <laughs> やんヤンニョムチキンって作れるんやじゃじゃじゃ、じゃよなんかね <laughs> 私のお母さんのオムライスはちゃんとケチャップライスを卵で包むタイプなんですけど私一回昔それやったら意味わからんことになっちゃったからあの乗せるタイプにしようと思ってでそ YouTube 見ながらやっとったら なんかふわふわオムライスはこうちょっと卵をこうかけ混ぜながら火をなんていうんこう卵フライパンに流すじゃないですかでちょっとこうお箸でこうツンツンツンってするんですよしたらふわふわなるってなってたからやったらスクランブルエッグになりましただからスクランブルエッグとケチャップライスでしたねお昼ご飯 <laughs> うんどういうことなんでなんやろ え、砂糖さしすせそは砂糖塩お酢醤油、味噌でしょだこれは分かるんよね <laughs> そうだし巻き卵好きめっちゃかもねギーさんお花ありがとうございます <laughs> 意味はカラーオムライス <laughs> <laughs> そうなんかよく分からんのができちゃったあと何か作ったことあるかなでもパスタは茹でれるよパスタ茹でってなんかでもいつもう泡吹き出そうになるけどうん作れるあとはおにぎりも三角にできる うん、えっでもね1回野菜炒め作ったことある調理実習の次の日ぐらいに調理実習で作った野菜炒めを次の日に買うぐらいに作ってた美味しかったでもそれは <laughs> <laughs> ここ転出おめでとうありがとうございます <laughs> <laughs> そう差しせそう言えんのにさ料理はできひんなんででしょうか砂糖塩お酢醤油、味噌まあ、最初背はね背脂やと思ってたら違うかったなんでなんで醤油なのよねテイクルさんアイスありがとうございます そう調理実習ってでもめっちゃ楽しくないなんかうんんやろう何がかりしとったかなでも多分舞がほんまに調理系に行ったらあかんから野菜切ってた子もいつも調理実習は切る係やったか片付け係 <laughs> そう <coughs> 料理の3加減か あ大さじ小さじ中さじみたいな <laughs> ねえチンジャオロースとかどうやってクックドゥさんのしかほんまに分からへんあっ背浮ゆね背浮ゆをしょうゆ背脂だって背 <laughs> から始まるの背脂しか思いつかんかったほんまに。 優しい <laughs> 野菜切れるの偉いなって褒めてくれてるやろもっと甘いから皆さん前に <laughs> あ火加減水加減いい加減ってことえどういうこと火 <laughs> 加減水加減いい加減ガチそれ <laughs> あおもろいま <laughs> だ気料理できんのかなみんな なんかユナとかできそうじゃないどうやろうユナとなんかミサキとかもできそうやけどねなんかめっちゃお母さんのお手伝いをしてそうあ、適当 <laughs> あ、火加減、味加減、盛り加減やって全然,や <laughs> 全然違うや全然違うやなん、か回 ちょっとそろそろ終わろうかしら振りを覚えないといけないのでコメントも追いついたしゆなくんバレンタインで黒い物体作ってた待ってできひんのゆなも7期でもほんまにできるんかな料理俺ちょっと今度みんなに聞いてみよう。 ほなほなランキングを読んでいこうと思います。あこっちさライブを読むやライブを読む方やんね。じゃあ読みます。十三位修造さんありがとうございます。十二位ルナポヨちゃんありがとうございます。え十一位春ハッピーさんありがとうございます。 で10位カイジェル・フォン・バッハブルグさん。合ってるありがとうございます。で10茶は、うん、9位九位富士さん。ありがとうございます。で8位テルビリーさん。ありがとうございます。で7位サカタマルさん。ありがとうございます。6位ヒロカちゃん。 ありがとうございます。で、五位、けんけんさん、ありがとうございます。カメラも入れちゃう。四 <laughs> 位、テイクルさん、ありがとうございます。そして、そしてお。大丈夫ね。三位、ちよちゃん、ありがとう。ちょっと待ってね。 だごめんなさいあと今日が2時やから25263日あと三日千代ちゃんありがとうサイン会まで頑張ろうね明日でも明日明日金曜日頑張ったら土日やも頑張ろう ありがとう。で、二位がゆいとくん。ありがとう。ゆいとくん。うん。ちょっと待ってね。<laughs> そんなアバターあるんや。なあば。 た、お、し、いありがとうそれは多分マイのために買ってくれたと思うので <laughs> ありがとういつもオ OK? ほんでほんではいある第一位はゆうこっこさん ありがとう。お久しぶりや。めっちゃお久しぶりやないかい。<laughs> 体調は。大丈夫ですか。ゆう。か、かさん。ちょっと待ってね。かきかきタイムです。 うん。一ゆうこっこさんあせやせや。タワーも。ありがとう。ゆうこっこさん。お話か見てこの前の寂しそうな顔。<laughs> <laughs> 情けなさそうな。 お話会待ってるねありがとうタワーも、うん、ありがとうございます <laughs> 体調に気をつけて頑張ってください頑張りますありがとうございます頑張るぞ ゲームをしたいところですが振り覚えを頑張ってきます前髪がありがとうございました皆さんまたねおやすみあとでツイートするけど <laughs>